宙歴0094、過去の栄光を求め11人の仲間たちは冒険の旅に出た。またしても全宇宙を巻き込む大戦が始まったのである。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に抱きしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは宇宙に散った。あれから1年、再び大いなる冒険の旅が始まろうとしている。幻のたこ焼きを求めてパロディウス軍団が今旅立つのだ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なぜでね。